週末を通して5万人近い来場者を集め、近年まれに見る盛り上がりを見せた第1回洋子女王杯スーパーフォーミュラ第4戦。白熱のレースが終了した富士スピードウェイでは、アフターレースグリッドパーティーが初めて実施され、ファンや関係者がホームストレート上に詰めかけた。ホームストレートもといパーティー会場では、参加者がフリードリンクやキッチンカーの食事を片手に、 ステージでのさまざまなトークショーや DJ サウンドそしてライブなどを楽しんださらにステージ上には参戦する全ドライバーが集結パーティーチケットを購入したファンだけでなくブランドスタンドにも多くのファンが残ってその様子を見届けていた実はこのイベント発案提案したのは参戦ドライバーの一人である大湯都式バーテックスパートナーズセルモインギングだった モータースポーツを盛り上げたいという気持ちが人一,一倍強く、これまでにも自身でさまざまなイベントを企画して多くの人たちを楽しませてきた大湯が、また一つ大きなアクションを起こした。大湯が大切にしているのは、モータースポーツと接点がなかった人たちに、いかにレースに興味を持ってもらえるか。そのため彼のビジョンは既存の枠にとらわれない。超理想だけを言うなら、 渋谷のスクランブル交差点で車やカートを使ったレースをやれたらいいと語る大湯はこれまで初心者でもカートの楽しさに触れられるカート運動会を開催したり東京のど真ん中でイベントを開催して人気お笑い芸人をゲストに呼ぶなど単なるファンイベントとは一線を画した試みにトライしてきたそして今回大湯はアフターレースグリッドパーティーの開催に一役買ったわけだが その狙いも、モータースポーツ好きではない人たちも含めて多くの人がサーキットに来るためのきっかけを作ることだったという。また、今回は1回目の開催ということもあり、従来グランドスタンド裏のイベント広場で実施していたトークショーの発展系のようなフォーマットとなった。大湯としてもこの形に満足しているわけではないが、まずやってみることができたのは非常に大きなことだったと感じている。 おうゆは motorsport.com に対し、次のように語った。今回はトークショーメインのような形になりましたが、本来であれば色々なアーティストや DJ がずっと場を盛り上げていたり、何かのパフォーマンスが行われていたり、というのが理想。そこは何でもいいんです。サーキットは広く使えますし、いろんなことができる場所です。そこで何かしらのイベントが夜に行われることで、 それを見たい人がサーキットに来る、そういう場を作りたいという思いがあります。ただ今回は、とりあえずやってみようということです。まずやってみないことには、内側にいる人たちも良くなるよねという確証を得られないですし、予算もかけられません。でも、洋子女王もいらっしゃってましたよね。そこにも驚きましたし、ブラスタで見てくださっている方もいました。今回僕が何かをできたということはないですが。 こういった提案に運営側の皆さんが動いてくれたことは僕自信ありがたかったですし共感してくれた人が多かったことがまず嬉しかったですね。これだけ多くの人が集まって楽しんでくれたことはスーパーフォーミュラそして日本のレース業界の大きな一歩になったんじゃないかなと思います。